はい、こんにちは。レトルトと申します。集まれ動物の森実況プレイ始めていきたいと思います。おそらく今日トタケゲがやってくると思います。プロジェクト K のラストですね。皆さんおはようございます。ただいまのレトルトの時刻は4月5日日曜日午前10時52分です。さて、本日は一つだけ特別なお知らせがあります。来ました。なんと人気ミュージシャンのトタケゲさんがこのレトルトに遊びに来てくださいました。ようやくこれエンディングというか一つの区切りまでたどり着くことができました。まあ、ちょっとみんなよりね進みは、丁寧にやっていた分遅かったかなとは、思うんだけど、しかもトタケゲさんは本日私たち住民のためにスペシャルライブを届けてくださいますと、あんなにも雨の中でたった一人で演奏していたのに売れっ子になったな、偉くなったもんだな、トタケケ。ということで今から直接ライブ会場におつなぎしますね。え？あ、ちょっとなんか特別だな。ではトタケケさんのライブをお楽しみください。そこで話しかける感じじゃないんだ。え、じゃあコントローラー置いちゃっていい？え、ちょっとこれ楽しませてもらおう。みんながもう集まってんのかな、広場に。おお、俺の住民たちが、ちょっとフータとかも外いんの。あいつ珍しく外に嫌がるな。いつも寝てるくせにこの時間。やあレトルトの皆さん、今日は僕を呼んでくれてありがとう。今からちょっと全員でボコボコにするみたいな図にも見えるな。俺カッパの住民みたいだな。いつだったかここによく似た素敵な無人島の夢を見た気がするんだ。お、 MC 始まってるよ。もうここも元は無人島だったと聞いたけど、もしかしたらここがあの夢の場所なのかもしれないな。人も島も生き生きしていて、いろんな仲間が集まりたくなる、そんな魅力を感じるよ。一人で長々と喋っちゃってごめんな。もうそろそろ演奏を始めようか。ケケボッサかな。お、みんな集まれって言うた。あ、新曲だ完全に。リリアンを前にしてあげて、ちょっと。ねえ、タロキチ何一番いいとこ陣取ってんの？あ！やべえ、全員今から人狼始めるよみたいな感じにも見える。あ、オープニングの曲だ！おお初めからクライマックスです。なんか今から怖い話始めるよみたいな、そんな構図にも見えるけど。わあ、特別だなー。何人いるんだ？ 2,4,6 8と12、14人ぐらいいるのか。口笛吹いてる。集めたね。それでもだって初めはだって4人で始まった無人島がね。あー、みんな笑顔だ。うん、てっちゃんとリリアンだけ笑顔がないのかしら。わ、しずえすちゃんすごい、目つぶってるモーションがある。奥太郎怒ってんな。あ、リリーさんはちゃんと目つぶってる。あ、リリアも目つぶってる。あ、いいなあ。うーんこれでこの島を観光地化として、観光地化してガポガポダンダダモーって思ってるんだろうな。トタケケもあのトタケケが来たレトルト、多分ホテル開いたりとかね、お土産、いろんなお土産とかね、特産品とか作り出すんだろうな、きっと。レトルトおまんじゅうとかレトルトペナントとか勝手に俺に無断で作って儲け出すんだろうな。で、価値がめっちゃ上がったところでそのレトルトをどっかに売るんだよ、きっと。これ常吉とかさ、別の業者に。そうに違いないよな。ああ、でも綺麗だね。なんか流れ星とかが。なんか自然と、なんか頭が揺れるな、これ。いつもならね、今までのエンディングだったら、レトルトくんとさ、主人公とトタケケ、1対1のエンディングだったのに。おー！いやー、嬉しい。なんか、おお！どうもありがとう。それじゃあまた。え、帰っちゃうの？たまに来てくれんのかな？いつもだったら日曜日に来てくれるよね。日曜の夜とかに。土曜の夜とか。
来てくれんのかな。いやー、よかったですね、これ。え、あー、もう立ち退けってことかな。もう用済みなんだもん。レトルトさん、出てってほしいだな、もん。この島は、タヌキチ島という名前に改名なんだな、もん。どうもどうも、レトルトさん。トタケケさんのライブ、楽しんでくれたかな。念願のライブを実現できて、僕はとっても幸せなんだもん。幸せなんだとしたら、何か、ね、俺にもお裾分けみたいなのあるんじゃないの？今日のこの特別な日の思い出に、ライブで演奏されたみんな集まれのミュージックをプレゼントするだなもん。やっと、ありがとう。みんな集まれ。ミュージックを再生できるオーディオの核があれば聴けるから、音楽を楽しんでちょうだいね。あ、それ、他、もうちょっとね。CD だけだったらちょっとあんまだから、もうちょっと、もう一声。トタケケさん、この島のことをとっても気に入ってくれたみたいなんだもん。それでこれからも、おー、毎週土曜の夜にライブに来てくれることになったから、レトルトさんもお楽しみに。それにしても、無人島だったこのレトルトがここまで発展してライブまでするようになって、すべて移住パッケージに参加してくれたレトルトさんをはじめとする皆さんのおかげなんだなもん。本当にその通りだよ。お前はゴルフの横でずっとね、立ってただけだからな。今後も末永く楽しく暮らせるレトルトでありたいから、引き続きよろしくね。あ、新しいアプリ。レトルトさんにも早速送らせてもらうね。いろいろやってんだな。開発したって言ってたよね、今。意外といろいろやってんのかな。お。おー、ラスト、島クリエイター出たー。 PV で見たよ。今送った新アプリ、その名も島クリエイターは、なんと、タヌキ開発が住民の皆さんに大胆の島の開発を許可しちゃう特別なアプリなんだもん。最初は密輸を作る許可だけだけど、マイル交換でいろんな種類の道から河川や崖の工事の免許まで取り扱うからね。免許をなんでそのポイントで交換できるんだよ。島の開発に慣れてきたり、もっとがっつり開発したいって思ったら、ぜひ免許を手に入れてちょうだい。とにかくレトルトもここまで発展したわけだから、今後の島作りはもっともっと住民の皆さん自身にお任せしちゃおうと思います。いよいよ働く気がなくなったな。それじゃあ今後ともタヌキ開発とレトルトを背中くごひいきに。まあここで一旦のなんて言うんだろう、終わりというかね、節目になったわけだね。ふぅ、トタケケさんのライブを見終えて一段落。これからも毎日楽しく気ままに過ごせますように。これはじゃあライブを行ったみたいなのが出るかな。お、あったあった。ライブライフ、いいね。心に染みる音楽は何回聴いても最高だなもん。島の文化的な発展をもっと応援したいから、ライブを見た回数に応じてマイルを配布することに決めただなもん。イエーイ、にわか音楽好き、うるせえ。はい、これであれか、ゲットか。じゃあちょっとみんな集まれ、どんなパッケージか見たいな。なんかみんな集まってる、さっきのさ、さっきみたいな絵がさ、なんか描かれてんのかな。こうやって飾ってるんですよね、俺。で、余ったら、ここの CD に入れてるんですよね。なんかパッケージがね、これ可愛いんだよ、とにかく。なので先にちょっとね、パッケージの方を集めたくなるんだけど、みんな集まれ。お、あ、あー、なるほど。島の感じなんだ。これパッケージもいいよね、この感じ。トタケケだけがいると思えば、なんか他の住民、ピータンとかもね、ジャケット出演してたりとか。うん、これも、見たことのあるような動物たちが並んでますね、あのコアラとか。いやー、ここから島クリエイターだから、がっつりいい島にしたいね。今、道だけって言ってたっけ？まあ、とりあえず、いつものことは、あ、奥太郎！外に。あ、ごめん。おう、調子はどうで、タコ。話に来たよ。そういや、家を出るときに火元は消したっけな、タコ。火とかなかったぞ、お前の家。どうした？たぬき商店を営んでるあの二人、あどけねえ顔してるが、あいつらはなかなかの商売人だぜ。やっぱ血筋がね、血が混じってますから、あいつの。客のニーズに合わせた、あの品揃え、
目にも止まる釣り線さばき、あれはやり手だなタコ。やり手ですか。最後の日にふさわしくさ、シルクハットで決めたいな。シルクハット欲しいな。チラッチラ、エイブルさんシルクハット欲しいな。ないな。あ、でもいらっしゃい、手作りファッションの店。ちょっとヒゲがあるじゃない。いただこうかしら。これは結構いいもんだな。あ、ゴスロリの服なんて結構珍しいんじゃない？ビジュアル系ドレス。これも買っちゃいましょう。ね、俺が来たらやばいことになっちゃうけど。で、この帽子とかはやっぱ珍しいから先に買っときたい。じゃあ、おひげをつけようかな。おひげはあれなのかな？サングラスを外す感じになっちゃうね、きっと。ははは、外さなくていいんだ。あ、カッパのお皿を外すんだ。あ、いい。これはいいヒゲですね。ああ、どっち、なるほど。ヒゲはなんか、シルクハットとヒゲは一緒にできないんだな。あさみさん。ちょっと今立て込んでて、いつも来てくださってるのに堪忍ね。ああ、仲良くなってる。キヌちゃん、キヌちゃん、こちらのお客さん、お相手して差し上げて。わあ、仲良くなってる。めちゃくちゃ偉そうになったな、俺。まあ、呼んだからね、俺、トタケケを。あのトタケケさんを読みましたから。駅伝の服。あ、学ランもいいな。あ、普通にジャージも可愛いね。学ランをもらおうかな。あ、白学ランいいね。あと、持ってなさそうなやつはないかな？え、あ、宇宙服いいね。宇宙服欲しい。ガスマスクいいね。いいものがめちゃくちゃあるじゃない。はいはい。つけひげもいいけど。まあ、これがレトルトくんのね、に一番ちょっと近しいといえば近しいかな。初めてちょっとね、白マスク以外のマスクを手に入れましたね。まあ、あのマスク黒マスクとかに変えられたりもすんのかな。まあ、たまにこのガスマスクで行こうか。はい。やっぱ、なんか最近いいものが入荷されてて楽しいね。で、ちょっとマイルも見ましょうか。さて、タヌキマイル交換増えたらしいけど、ここら辺か。河川工事ライセンス。崖工事ライセンス。え、あ、これは、あれか。下の、細かいな。細かいな。あー、マイデザインいいなー。あー、なるほど。めちゃくちゃ増えたな。髪型とかはこれ以上増えないですかね。ここの色とかも、島によって全然色が違うらしいので、なんか交換したりとかも、めっちゃはかどるっていうのをツイッターで回ってたな。いや、いっぱい工事するやつはいるでしょ、これ。ま、とりあえず、これね、河川工事ライセンス。これはいる。スマホアプリ、島クリエイター用の追加の工事ライセンスでございます。まあ、お金、マイルがあるうちに、やっちゃいましょうか。はい。橋とかの位置とかもこれで変えられたりすんのかね。はい、オッケー。アップデート完了と。後でやってみよう。島クリエイターで新たに河川工事ができるようになった。はい、次も。はい、マイル交換で、あと崖工事だね。未だね、ちょっとなんて言うんだろう。まあ、崖というか、そこの島の形がちょっと移動しにくくてですね。池とかも自由にできんのかな？アップデート完了！まずは、崖とかよりも、この自分の家をね、いい感じの位置にめっちゃ握手してる。もう片棚もって。マイル交換で、あと、道も普通のやつ欲しいなぁ。組木の道。レンガの、レンガいいね。じゃあレンガいただきましょう。あと、マイデザインの道も欲しい。これカニの道とか作れるわけでしょ？今のそのままだとすると。はい、オッケー。ありがとう。レンガの道が敷けるようになった。片手までピチピチし、パチパチしてんな。しずさんあれなんか、学校とかでよくあるさ、机の下で漫画読んでるみたいなことしてない？あれ。机の下で漫画読んでるでしょ？たぬきちにバレないように。ね、仕事時間中に。俺も読んでたよ。よくないけど。じゃあ、マイデザインも、
まあこれぐらいかな、とりあえずは。いきなりできること増やしすぎると、ちょっとよくわかんなくなっちゃうから。はい、オッケー。マイル貯めといてよかったね。さあ、いろいろやってみたい、これで。パチ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 。じゃあ、どうしようかな。家の位置とかは、さっとは交換できない感じなのかな。てか、来てないよね、あの、テントのとこ。今日もちょっと、メイプルちゃん呼ぶ予定だから、オッケーオッケーオッケー。さあ、じゃあちょっと、つけてみるか。え、マジでもう全くわからんからな。島クリエイター。このアプリではあなた自身の手で、島の開発工事を行うことができます。うん。敷設できる道や、実施できる工事の種類は、タヌポートのマイル、タヌキマイル効果に増やすことができる。はじめから入れといてくれりゃいいのにな。また、開発工事によって、身動きが取れなくなった時のために、周囲を片付けるお片付けサービスも搭載している。なるほど。うまくできるかな。工事始めまーす。工事の許可を取得しています。プラスで行う工事の種類を切り替えることができます。え？お！おー！え？どういうことなんだ？プラスで切り替えられるって。え？あー、なるほど。で、ここで河川工事ライセンス、崖。河川工事やってみようかな。もっとさ、わかりやすくというか、綺麗な感じで、こことかしたいなと思ってたんだけど、例えば、河川工事ライセンスをすると、あ？え？あ、河川、海は無理なのかな？海はまだ無理みたいな感じなのか？例えば、こことかさ。おー！すげー！あ、じゃあ、奥太郎と、切り崩すこともできる。はー！これはすごい！ぴょん？何のぴょんだ、今の。はー！じゃあ、綺麗な感じで、うん。近づけられんだな。じゃ、橋がなくても、渡れるようにしたりも、まあ、やろうと思えばできるってことだな。ほい。シャカシャカ。ほい。わー、すごい。じゃ、もうちょっと俺の家の周り、広ければ嬉しいなと思ってたんだよ。待って、これはちょっと、広すぎるから、着崩したり。あー、これもう動画外で、ね、整備しまくっちゃうやつだよ、これ。あ、一回やると斜めになるとかもあるんだね。はあ、じゃあここちょっとなんか、違う。ここ例えば、おお、斜めにできた。はあ、すごいぞこれ。めっちゃ広くなった。俺の家ちょっとね、移設して、ど真ん中に建てて、で、その周りに、このなんかね、可愛い住民の家にこうスッと行けるように、なんか円のようになんかさ、しようかなとか、いろいろ考えたりしてしたんで、そういうのも含めて、やりたいな、たぬきマイルゲット。あと、島工事をしたとかが多分、あんのかな？新しいやつが。島クリエイターで島おこし。これ河川工事したってこと。あ、この3つしかないのかな？海は変えられないのか？海の形は。変えられそうな気がちょっとしちゃうんだけどね。じゃあ、次はちょっと、ここに綺麗な道をちょっと引いてみようかな？お試しでね。例えばこうレンガの道を。お、すごい。おー！なるほど。こんな感じで、もう完全に俺も業者じゃん。こんなさ、綺麗にやってあげてさ。いや、これもちょっとさ、あ、ここできないの？ここまでって感じかな。あ、店の入り口がここまで扱いなのか。そこの前は置けないよ、みたいな。ちゃんとね、際までレンガ引いてあげたいんだけどな。
いや、これもう感謝でしょ。美しいよ、これ。はいはい。ここはやっぱできない感じだな。で、ここも引いてあげよう。いや普通これもう、業者呼んでやるやつだからね、これ。普通に。まあ、こういうとこみんな引いたやろな。絶対まずはさ、入り口の前をなんかちょっと綺麗にして、道作ったりみたいな。多分やったでしょうね、これ。はい。はい。いや、これははかどるね。で、この広場の前はダメって感じか。はあ、なるほど。崖クリエイターも、じゃあやってみますか。崖ももうちょっと、綺麗な感じで。え、この崖をどう綺麗にするんだろう。広くすることもできんのかな。じゃあこういうボコボコとか確かに、あ、株の子いるね。ちょっと気になってたりしたんだよ。じゃあこれプラスで、まずはこの崖工事ライセンス。あれ、下からなのかな。下から変えていく感じかな。すごい力だな。はいはい。なんか綺麗に斜めにしたいんだけどね。違う違う違う。なんかややこしいことなってんな。ちょっと難しいな。俺斜めにはどうやってやるんだろう。ちょっと木崩したいんだけど。あ、できた。どういう違いでやるんだろうな。あー、できたできた。こうやって一回四角にした後にこう斜めにする感じか。はいはい。でここもやっぱ美しく、うん、なんか美しくなんないな。ここで一段増やしてこういう感じか。斜めにはなんないんだな。株欲しいね。でも今お金ちょっと手持ちあるか。これ初期のさ、値段も違うらしいからね。株り始めてまだ少し。日曜の午前中といえば、この売りにお任せだに。さあ、今日も新鮮な株をどっさり持ってきてるだに。ああ、98ベル。前やった時92ベルだったから、ここで安かったらもっと得する可能性はあるね。10ベル、11万ベルだから、1100ベルぐらいがマックスかな?いや、これで得したい。500ベルぐらいの時が来るかもしんない。ちょっとお金を貯めて、もっと買ったりもしたいけど。よし、OK。まあ、島クリエイトもいいですけどね。忘れちゃいけないのはこのメープルちゃんを呼ぶことだね。今日はお招きありがとうございます。いくらでもやりますよ。私もうちょっと出世しましたんでね。ところで、この島でナチュラルなガーデンテーブルを作ったらどんな感じになるんですか?どの島で作っても同じだと思うけどね。もう、レシピを知らなかったら、レシピをくれんだな。もう一個くらいくれたらね、交換とかもできるんだけどね。はい、作ってきましたよ。何でも叶えます、あなたのお願い。だから早めに来てください。ナチュラルなガーデンテーブル。レトルトで作ってもらえたものが増えて嬉しいです。旅の思い出みたいな感じなのかな。ありがとうございました。この島のナチュラルなガーデンテーブルは一味違います。どういうこと?あら!何ワイシャツって。メイブルちゃんの彼シャツとかじゃないよな。彼氏の部屋で着たシャツとかじゃないよね。レトルトでのキャンプ記念に DIY してもらった作品、もっと集めたくなっちゃいました。それにしても素敵な島ですよね。あ、DIY してもらったからってわけじゃないですよ。あー、一回じゃね、二回でも来てくれないんだよな。やっぱ三回来る、三回呼ぶと来てくれるっていう。そんなに甘い話じゃないのよな、これ。試しに住んでみよう。試しにね。一回試しにね。そう言ってくださって嬉しいです。でもこの島って奥が深いんで、あと一回ぐらいは来てみないと。だからまたキャンプに呼んでくださいね。そして、もっと関係を深められたら。答えはその時に出ると思うんです。ダメや。ちょっと、関係を深めるだって。
ね、ちょっとなんか狙ってるもんな。俺をなんかもうね、手のひらで踊らせようとしてるというか。はい、これ島クリエイター、これ全部行ったんじゃないか？道なき道を行くランナー。崖っぷちのクリエイター。俺崖っぷちだったのか。やだな、崖っぷちのクリエイターっていうワード。なんか嬉しくないな、そのワード。はい、ということで、まだちょっと時間は余ってるので、ちょっと裏でこれ、島クリエイト。まあ、まずは、お金とかもないので、移動するのにね、建物移動するとかに確かお金かかったはずなので、まだちょっと、完璧にはできないですが、一回ちょっと、お試しに、裏でちょっと作業して、ちょっとした島を、綺麗にちょっとしてみようかなと思います。まあ、それをね、ちょっとご紹介して、今回の、動画を終わるっていうパターンに、したいと思います。じゃあちょっとこっから、整備を。したいと思います。どこまでできるかわかんないけどね、島クリエイターで。まだなんかアップデートで島クリエイターいろいろできるようになるような気はするんだけど、ちょっとわかんないんで、ちょっとお試しにやります。